ヤマチャンネルジジケでーす。真夜中のメロでーす。はい、映画内続きの方やっていきたいと思います。はいはい、現在朝5時です。明け方ですね。さあ行きましょう。中堅頑張っていきましょう。やってやろうぜ。肉屋の早川から、早川が盗塁の本くれた、うん、ありがとうな。ついに遠隔でも贈り物を。で、まあショップ店員でいいのよね。ショップで21とかがいいよね。そうね。最近を挙げてくれた。あるね。誰だろう。お、渡辺が期待されてる。こいつプロ入りしそうでやだな。あ、古田に勝てねえかんな。まあ外野器用だよね。まあ外野できるのはでかいな。確かにね。プロ入り層がちょっと薄いからね。1位でいいか。1位で行こう。球速だな。篠原。お前はいいんだよ、もう。やめろ。コース投げ行こう。さあ行こう。うぞ、組み合わせだ。強いねー。強いねー。強いねー。5番がいい。ここ。いや、もう別に、下でもいいよな。まあね、春。徹底してんだから、いいね、まあ。いい引きだ。ええー、だった。鈴高校じゃん。宿敵鈴高校、うん。またお前とやるのか。これ何？いつ負けた人？秋の全国で負けて、決勝で負けて、春リベンジしたとこ。雪辱をね、晴らした奴らね。格付け終わってる奴らね。1位？まだ A を維持してるのか、強えな。ああ、強えな。川崎に斜めが4。これは買ってないんだっけ、うん、5ぐらいまでするか。うん、そうね。555を目指したい。大場の球速が154キロになってる。いいね。なんかもう、155まで行きたい。155まで行く？谷君は148キロ。重いんじゃね？こいつ。もういいね。150キロになったら球、だら変化球、そうね、変化球をもうちょっと。こいつは制球上げてるけど、まあいいや。パワー A になったからミートかな。かな。で村上くんは肩 D になったから補給をちょっと上げておきたい。1年で3年で、ああでも渡辺が卒業したことの考えると今のうちに、うん、総力以下を上げておきたいよね。そうね。まあ、パワー B とはもういいから。そうなんとなく打てるからさ。うん、で。中村ミートは B にやったんか。おねえ。パワー上げてる？いいねえ。パワー A ま、あ、ミート A までいっちゃう？どうせ上げちゃうし、うん。そうね。打たなきゃ始まんねえからよ。まあな。近所は、パワー寄りにするか。そうだね。で、西脇くん、これが時代の二塁なので、まあ総力、守備だね。そうだね。で、お任せ。柳沢が、お任せくん。まあ、新三塁。そう。なんで、まあ、守備総力。総力はちょっと後回しでもいいんじゃないさ、あ守備を、いっそ C まで上げちゃって、でも、あと、ミートパワーぶっぱみたいな。うん、まあね。で、松岡は、守備 D になったから、もうちょい上げる？まあ、でも総力先の方がいいかな、うん。まあ、そう、平均的に上げていこう。DD。CC って感じで上げていこう。オッケー。で、西川くんは補給もうちょいだね。そうね。で、ここら辺がもしだったから、そうね。あ、こいつ肩でもいいんだけどなぁ、よもぎだ。まあ、肩はあんまり関係ないか。どっち張ってる？ライトかな。こっちレフトって気がする。まあ、ミーとかパワー上げていくか。そうだね。ミート伸ばすか。とりあえず。山下は、もうミートかな。なんだかんだ良くなってきてるな。まあ、そうなんだよ。ガツくな。まとまってきてんだよ、こいつら。なんか知らんけど。お前、声ガラガラだな。俺？あ嘘。あこれ誰？あ、よもぎだか。お前はな、本屋にでもなっとるよ。
行くか。栄冠ナインやってて一番楽しいところ。どこ行くかな、まあまね、打撃は栃木だね。それかあと東京、東東京。東東京か栃木。群馬は投手。投手期待できないじゃん。そうなんだよね。常になんかこう、なんかどうでもいいようなしかいないんだよな。ね、打撃、打撃みたい。栃木か東東京。栃木行こう。さあどうだ。天才、こいつは天才だみたいな、その票いない？ああ、ま、この辺なんか微妙なんだよな、長打つってもなんか、大したことないんだよな。大したことない。うわ、外れだな、これ。流す？見送るっていうのも手だよ。まあ、でも来ないよりはいいからな。欲しいのは、まあまあ、飯田ぐらいだね。クソバカだけど。まあ、バカだけど来そうだけどな、おでーっつって。呼んどくか。呼んどく？パリ方向に。おい、飯田。来んだろ。ベレン、はい。はい、とりあえずね。とりあえずね。で、1-1いけるね。来い、スカート。来た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 。よっしゃで。西東京だから東東京行ってみる？東東行こう。スカウトの時点で天才いねえかな。弱え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 。なんだよ、練習への取り組み性がいい。いや、これは見送りか？ちょっと待って。まあ、こいつ、遊撃は欲しいっちゃ欲しいし。天性のヒットメーカーって何なんだろうね。あ、安倍比的なやつなんか。あ、右人が高いとこかな。かもね。ちょっともう、ちょっと真剣にやるからちょっと調べてもいい？ちなみに、練習への取り組み姿勢がいいってのは、うん。特に何もねえやつにつくらしいよ。で、副キャプテンを務める、首相を務めるも、特に何もねえやつを示すらしいよ。将来性を感じるは、覚醒イベントの発生率が 20% 上昇し、覚醒イベント発生時に 70% の確率で対象に選ぶ。天性のヒットメーカーどれだ？天性の、じゃあそう、しれっと書いてあるやつが当たりの可能性もあるからさ。安倍比だね、安倍比、安倍比。ある可能性があるってこと。うん。まあ。安倍比はこれ絶対ついてるらしいよ、この辺は。あ、そうなの。じゃあ、うん、いいんじゃない、木村。まあ、あり。だけど。はぁ、でも能力だけで言ったら、岡とかさ、の方がまあ、オレンジゲージ、そうね。2つあるから。走塁技術。まあ、走塁技術か。いや、守備、は、あの、ポジションでさ、ちょっと。さっきのやつ外野だっけ？さっきのやつは、外野だったっけ？覚えてね。これ見えるのか。外野だね。あれでしょ？あ、じゃあ。ショートが欲しいんだよ。もう今、一人しかいないからさ、結局。確率に入ってくればいいんだけど。まあまあでもコンバートがあるからね。うん。ショートっつってもショート向きじゃねえカスみたいなやついるし。まあね。さあ、ちょっともう一個下見して。上杉、上、ん？上林？うん、こいつ尖ってんね、こいつ。守備ゴミじゃん。そいつ強そうじゃない。ああ、長打走塁？うん。守備 G とかできそうだけどさ。うん。まあまあ上げてやりゃいいわけじゃん。確かに。取っとく？ちょっとか。無駄に頭いいし。君に決めた。素晴らしい。お前の守備はどうにかしてやる。来い。おい。無理だな、こいつら。1-2-2。いい。合宿。来い。やる。
一応やるよな。2位はどうすかな。インターバル、インターバル、パワー遅い2も特に行く必要ないけどな。まあいいか。まあ2、5だね。一応今後占ってもらうか。そうだな。お、いいこと起きる。勝つな。何も変わらなかったね。な。試合に勝てるって言葉なんだろうな、きっと。お前そこにいる意味ねえじゃん。相手の選手全員絶不調になってねえかな。まあ渡辺だろう。鍋よりきそうなんだよ。鍋ちゃん。絶不調じゃねえか、渡辺。鍋ちゃん。ええ、頼むぞ。もう今プロ入りでチーム作れんのかな。まあ10人だからどうだっけな。ビーチかぶりは。ねえ、外野が足りなそうな気がするんだよな。ああ。小林とか言いたくねえしな。あ、B にやってるじゃん。A だったけど。まあまあ、A よりの B かな。まあ、前評価ね。おぶね。あ、1点入った。おお。決めとこう、鍋ちゃん。焼き。ぶっ放せぶっ放せ。背中よし。カキーン。ボテボテ、ね、お前何やっとんじゃん。セーフ。よし。警察じゃねえよ。あ、びっくりした。あれよあれよ。あれよあれよ。よもやよもや。なべちゃん、ここは欲しいよ。ここはね、初球打ち多いよ。お任せもいいんかな。あひどい。これはひどい。柳沢頼むぞ。ランナー1塁2塁という場面でバッターは1年生柳沢。思考解き放つ。ナイスバッチー。あー惜しい。よもやよもや。今のは惜しい。よもやよもやだよ。よもやだ本当に。ルイがいねえな。積極任せるよ。ゴミ玉で打っちゃうからさ、やっぱ。あね。その分見逃しとかも増えるんかもしんないけど、ゲッツーとかの危険性があるからね。え？だからこういうソロの時は積極でもいいかもね。ああ、なるほど。うん。レイに走者がいるんなら、まあ、ちょっと、お任せとか慎重でも。その辺も意識してやんなきゃいけねえのか。めんどくせえな、こいつら。めちゃ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 コミック。そんかつく犬の。ああ。めっちゃコミックーン。このシーンめっちゃ向き合いなんだよ。読まねえよって感じだよな。ナイスパッチ。抜けた。ナイス。いいぞ。これ飛ばされるぞ多分。いやチャンスだからまだ待ってくれ。これは。いける。ここくせろ。お、OK。いや、転がせていいんでしょ？転がせていいの？うん。ナイスー！転がせよ！来月ー！あ、セーフだ。来た。近所！解き放て。近所積極でもいいかな。スリーランで行け。一曲？結局っていいよ、別に。バレーして。怪我されてる。怪我されてる。関係ねえ。スタンドにぶち込むんだ。ぶち込むからな。ガーン！それでしょ。変化球に弱いね、銀城。どれ！
やあ、でも落ちる、まあ、とりあえず1点ね。3点ならまでいける。まだ。中村頼むぞ、中村来た。今しかない。で、積極だよね。積極、そのまま積極でいい。当てなきゃ始まんね。もう任せよ。とりあえず打って。当てればいい。お前、2アウトだから、当てろよ。強めの弾速で当てりゃいい。それナイス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 、抜ける、これ抜ける。オッケー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 。2人帰れるだろう。2人帰れる。いけ、ゴー。おい、スリーだ。スリーランドだ、ゴール。中村走れ。さすがに無理だ。さすが。飛ばすなよ。オッケー。闘魂使う？闘魂使っちゃうと飛ばされるか？いや、普通に言うと大丈夫だよ。うん、高いし、パワー上がるだけだからさ、結局。頼むぞ、渡辺。ナイスパッチ！うぃー、はい、入ったね。いったね、やるじゃん。オッケー、逆転。飛ばさないで、絶対飛ばさないで。ワンチャン飛ばされる、これ。飛ばさないで、やめて。いや、まあでも悪魔使った状態だからどうだろうな。飛ばされたー。いや、出た。オッケーオッケー、ナイスナイス。これまだ生きてんのかな、ちゃんと。生きてんじゃない、さすがに。さすがにな。もう積極的に行こう。ラッキーボーイ使おう、ラッキーボーイ。悪魔プラスラッキー、センター返し。よく見た。悪魔二人いるからな。ナイスバッチ！オッケーオッケー、抜ける？オッケー、入ってこれるよ。いいね。フィールドが広いからいいね。これはまだチャンスだから止まらないでしょ。よし。じゃあな、すず。祭りは取っとこう。それ取っといていいよね。うわ、こいつ、カード。あー、ナイス。オッケーオッケー。マリア、ナイス。ナイス。ナイスエラー。どうなってんのこの試合みたいな感じで。やばくない？なんでだよ、みたいな。ナイスマッチ！はい、落とす。いや、これは落とさないだろ、さすがに。落とすのか。いい仕事すんな、魔物。ギャグ、つかませ。いっぱい行こう。やるじゃん、大場くん。いいよ。ナイスチェー！うわー！いいね、そういう球や。ちょっと強いけどね。まあいいな。いや、危ない。まあ本来なら取られてたかな。危な。ナイスラン。さあ、やりました。ゴー、やりました。はい、ナイスバッチ、はい、抜ける。はい、これでも抜ける。はい、あ、二塁大丈夫それ。あ、大丈夫か。オッケー。40点目。やっぱ。人情いくよな、お前も。引っ張り2だったな。俺がな、全国大会の悪魔か。危ない。大丈夫か、大丈夫か、間に合う。オーブねー。さあ、打者一巡。一巡しましたね。え、これコールド勝ちするとこれあと1点じゃね。コールドあんの、全国であると思うよ。あー、どうだろう。甲子園はないんだよ。あー、全国かわかんねんか。あーこれさすがに、あ、これさすがにそういう落とし方ね。あと2回抑えないといけないんだぜ。でももう1回抑えた。オッケー。あー、もう伸び伸びとやろう。いいぞ渡辺、熱血で。ダメ押しの1点入れてもいいぞ。ホームラン打って終わりにしてもいいけどね。スパーン！打ってたろ、今。本当な。そういう球で振る癖つけな。本当だよ。今の球振りすぎやんだよな。それ！伸び伸びやってんね。久々のホームラン打ったからちょっとね。
第9投げた初球空振り。かあ。よも頑張れよも。プリマハム。コウ君。コウ君。ヨドバシカメラあんじゃん。そうだよ。本当にスポンサーなんかね。そうなの？ちゃんとめちゃコミックもそのままだしね。まあ、うん。経験というか。ああ。タフマン。広告代、広告費出してるんじゃないの？ああ、惜しいね。これさ、やっぱさ、場所によってさ、広告費違うわけじゃん、本来。ああ。パープルでもそうなんかね。どうなんだろうね。この、ここが一番高いんでしょ、どうせ。一番多分高いんじゃないかな、ね。一番映るからね。年齢出そう。年齢だな。全部使っていいよ。2回いけなんか。うん。守備や、守備。守備はこれかな？盛り上げ系か。OK。まあ、いらねえかも。あ、いいね、褒めるね。ファイター果たしてね。うん。すごい。ファイター。いけ。勝てるぞって言ってた。おぉ、乗ってんな、オーバー。乗ってんねえ。いや、いいね、いいね。いい音してる。投球はこれから3球目。はい、もう、キレが良すぎるね。はい。余裕。はい、柳沢。はまおっせー。肩が死んでるよ、いつも。はまおっせー。遅すぎんだろ。やばい、今の。ビビるレベルの球だった。ふわーんって飛んでったぞ。素人じゃねえか。あれアウトにできねえのきついな。やばいね。まあでも一番だから足も速かったんだろうね。速かったかな。にしてもだよ。こいつキャッチャーのやつか。この目。はい、オッケー。おー、うまい。おー、いいね。よかった。あ、バカ野郎。はぁ？飛んじゃう、おめぇ。キャッチャーが取ってる。頑張ってる。めっちゃここまで走んなきゃいけないのみたいな。死ぬぞあの装備であそこまで走って。いいよ、あと6点6点差かな。さすがにさすがにな。びっくりするよ、6点取られたら。はい、とりあえず1点取られたね。諦めてないのか。諦めてないのか。超オーバーチェンジすっか。ある？はよ。ま、調子いいな、みんな。川崎いいね。川崎出そう。ゴリゴリだね、お前。変化球お化け川崎を出そう。顔嫌いなんだよな、早くこいつ覚醒しねえかな。覚醒込みでお前を雇ったんだけどな。ラッキーボーイ使おう。外角なのか。球速はないが、こいつさ、重い球とか持ってんだよね。あ、違ったわ。伸びだったわ。重い球はいい。伸びは。伸びはしかもあれ、ラッキーボーイでついただけだから。あ、そういうこと？いや、何もついてないや。牽制ついてるだけ。あと1人。はい、あー、危ねえ。おお、いいナックル。あの高さから落ちるナックル。触れませんね。ウィニングショットは？これだ。全力ストレート決めたかったのか。おお、フルカウントは。しっかり追い込んで。はい。ポンと。はい。はい。ナイスパッ。ナイスピッチ。順調じゃねえんだよな。悪魔。悪魔パワー。ずるして勝ってんだよな、マジで。
6-0 で負けてんだよな。6-1 かな。ありがとうな、悪魔。よかったよ、マジで。一回戦ぐらいだな。まあね。あ、ツーラー打ってるから。6-3かな。え、あれ、熊中だからさ。なんとも言えないじゃん。チャンス C に上がった、中村が。お、いいね。いいじゃん。オーバー155キロ。タニも急速149。タニも上がったね。あ、近所バント、ね、バントなんで？なんでだよ。バントしてねえよ。あ、西川の補給さん上がった。あ、いいじゃん、いいじゃん。よくの技術いいね。いいね。あ、なぎさのミート、守備もちょっと上がった。3上がったね。おー、いいね。篠原、まあいいや。はい。この年で優勝したくねえな。まあな。オッケー。さすが木屋見沢高校というところを見せましたね。見せましたね。はい、というわけで秋の全国大会1回戦初戦無事。いやー、まさかね、勝ってると思わなかったけど勝ちましたね。あと2回勝ちゃ優勝2回かな。2回だね。マジか、優勝しちゃうな。そうだ、ね、今どこ、これできちゃうわ。勝てそうだな。勝てそうだな。なんやかんやで、まさかの。はい、というわけで、はい。まあ、いけるとこまで行ってもらおうということで、また次回ね、はい、やっていきますんで、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい。はい、よかったら配信もやってますんで、遊び来てください。よろしく。はい、じゃあ、終わります。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。